ハローエブリワン、今日はなんとジブリ飯、ジブリ飯を食べに来ました。ジブリ再現飯、ハムだ、ハムハムラーメン、神様の食べ物、謎のプルプル、あなたのために作る桜伝部のお弁当、懐かしの三角シベリア、気になる人と食べたい目玉焼きパン、届けたいかぼちゃとニシンのパイ、助け人と食べるお礼の味噌おじや、火の魔法のベーコンエッグ、大泥棒が好きなミートボールゴロゴロスパーとあります。暑い、お通しね、お通しです。わあ、ホタテ、ホタテだよね。今日はイラちゃんと一緒ですよ。いただきます。ホタテ、まずは謎のプルプル、神様の食べ物ね、これです。ちょっと絵と違うな。これは本当にね、プルプルしてるね、上がね、どう、あ、なんか椎茸が入ってるよ、椎茸がプルプル。ゼリーみたいね。うんうん、ゼリーだ。椎茸とお肉は入ってないよね。野菜でこのゼリーのプル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 。これ本当になんか中がプルプルです。プル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 。お礼の味噌おじや。おおじやおじや。燃えてます。ただおー、ではおじやおじや、おー、これは日本人が昔から食べたおじやでございます。あのご飯だけだとね、お粥でも多分これは卵が入ってますね。いい匂い、これをちょっといただきましょうね。これはね、暑いから熱いよ。うん、シーフードの出汁、出汁がシーフードだからおじやです。うん、おいしい、食べさせてあげたい。かぼちゃとニシンのパイ、わあ、キキスパイ。Fish and pumpkin。わわ、本当にフィッシュの形ね。おお、中がどんな風かな。わ、チーズ？チーズ？なんだろう、これ中？でもかぼちゃだよね。すごい、かぼちゃのソースかな。でもチーズみたいよ。あとはオリーブ、オリーブだね、これね。ちょっとこれ食べてみましょう。わあ、これはちょっとお箸とフォークと、あのパイはね、魚のパイだったからね、パイで味を。はい、あ、かぼちゃのソースで、これがニシンだ、魚ね、ニシン、ニシン、うん、あ、おいしい、すごい、ちょっとリッチ、リッチな味よ、濃い、濃い味です。ニシンとこの黄色いのはかぼちゃのクリームね、かぼちゃのクリームで、おいしい、なんかどんどん食べちゃうね、きっとね。うん、おいしい、多分かぼちゃのクリームにチーズだね。うん、ミートボールゴロゴロスパ、ゴロ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 、では
タパスタ、チーズもかかってるね。ナポリタンみたいな、ケチャップ味かな。そしてミートボールがあります。なかったね。ミートボール、ミートボールはどうかな。どうなの。あ、おいしい。なんかね、野菜がいっぱい入ってるね。ナポリタン、ケチャップ味、くる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 っと巻いて、パスタ、パスタ、なんだった歌、イラちゃんの歌、イラちゃんズソング。聞こえた？I don't drink alcohol, but acai non-alcohol beer is amazing and it's very healthy. Healthy? It's very healthy. Oh, そうなの？ Yeah. I will show you article. It says why it's healthy. Okay. Okay. Let's cut. Oh, it's a toast. あの、ブレッドイズスペシャル。ちょっとパンが独特だね。なんかオリジナルかな。で、うん、卵、半分生。これが目玉焼きトースト。パンが美味しい。Let's open bonus.アップ。しかもこれ何？桜伝部。あれは？これはグリーンピース。インスタグラム。じゃあこれが桜伝部のご飯。でグリーンピース。グリーンピースししゃもでしたね。ししゃも。ししゃもでしょ？梅干しや私？梅干し、ここシシャモのとこの黒いご飯、シシャモの味がたっぷり。これをいただきましょう。シシャモね、これシシャモ美味しいんだよね。イレちゃんも大好き。全部食べるの。あー美味しい。でグリーンピースでしょ。桜でんぷは甘い、甘いのよ。これはね、お寿司にも使うんだよ。こうちらし寿司、ちらし寿司。こうして、梅干し、いいよ。スパイ。おいしい。ありがとう。これがハムハムラーメン。ラーメンと、え、ポニョだよね。ポニョ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 。ハム、ハム分厚いかな、どうかな。そしてこの卵だね、ゆで卵。あ、そしてスープ、スープ、スープね、スープ、スープ、スープ。あー、すごい、このスープ辛そうよ。なんかどうかな、飲んでみるね。あー、昔のラーメンって感じ。本当になんか昔懐かしい味だよこれ。なんかラーメン自体も、うん、昔ね、ああやって音楽が鳴って夜泣きそば、夜遅くに勉強しているとラーメン屋が来てラーメンを食べにね、外に出る。ハムも味が染みて美味しい。卵、これは黄身、黄身と言います。味が染みてラーメンと卵合うのよ。ゆで卵、
白身。美味しい。ポーニョポーニョ。ダメ。はい、これがシベリアです。カステラとあとあんこだね、これね。お、冷たいよこれ。ちょっと大きいのとちっちゃいのだから。冷たい。冷たいから、うん。デザート。あ、カステラ。カステラだ。甘い。あんこも甘い。デザート。ということで、今日は、ジブリの世界へようこそ。ジブリ飯の再現。ということで、イラちゃんと一緒にご飯食べました。ね。じゃあ、そのうちあのジブリパークに行って、レポートしたいと思います。見てくれてありがとう。バイバーイ。